ネプール。皆様こんばんは。月に寄り添う乙女の作法 2.1 エスパルストーリー紹介第2弾。今日はこちらのお二人とのアフターストーリーを紹介しにやってきました。 2.1 エスパー、なんかエスパの部分だけ伸ばすと超能力者みてえだな。サイキックテレキネシス。さて今回はエスパルのパルの部分のアフターストーリーを紹介するわけですが、前回同様ネタバレ前提の会話となりますので、未クリアの方は今すぐ本編を起動して最後までやってください。よっしょ、まっかしょ。まあこの集まりの趣旨は分かった。それでなんで私ここに呼ばれたの？そりゃほら、やっぱお前は私の親友だしさ、主人公ヒロインに次ぐ重要な役割ってことで。あ、皆さんこんちゃっす。ヒロインは自分っす。主人公は私です。女の子の格好した男の子と着ぐるみ着たヒロインの恋物語ってすごいよな。誰が望んでどこに需要があるんだこの話。てかサイカくんさ、私とパルコしかいないんだし普通に話しなよ。いえ、あの、一応女性としての私にも反則効果や主人公需要があるもので、可愛らしさだったり萌え要素だったり。いやお前笑ってるけどさ、生ハゲの着ぐるみ着たお前よりかはサイカくんの方が可愛らしさとか萌え要素あるぞマジで。というか笑われましたけれど、性別を知る前は女性として普通に美人だと言っていましたからね私を。あ、本当だ。でも性別知った今だと可愛らしさとか萌えとか言われたら気持ち悪いとしか思えなくなるよな実際。身も蓋もない。おい、キュートロックの野郎、人の彼氏を気持ち悪いとかなんてこと言うな。まあ概ね同意できるけどもよ。あ、ごめん言い方悪かった。私的にもパルコの彼氏としか見られないって意味でね。女の子の格好しててもなんかもうサイカ君はサイカ君だし。だよな、美人ってかイケメンだし可愛いってかかっこいいよなこの彼氏。ありがとう。男性としてはあまり褒められ慣れていないから嬉しい。うえへ、褒める褒める。自分の彼氏めっちゃ自慢だからめっちゃ褒める。つかスカート履いた男と着ぐるみ着た女ってすげえ構図だから、とりあえず着替えろな。つーかよ。あ、はい、つーか103怖いっす。そりゃ怖くもなるっつの。つか今日のこれあれだろ、要はお前とサイカくんがイチャつくために集まったんだろ。なんで私ここに呼ばれたの？だからほらお前、私の親友でな。いや親友とかいいから、いやむしろ親友だから困るから。なんで目の前でお前らがイチャつく姿を見せられなくちゃいけないの？いや、常時見ていろというわけでは。あー、もうなんか良くないわこの組み合わせ。奇数ってのが良くない。腹立つわこの余り物感。つか男いる女と3人きりになったからって特別なことなんもないだろ。普通に話せばいいだけだろ。何怒ってんだよ少女かよ。少女だよ。何お前最近基本高みからの発言になってんだよ。常に上空から声かけられる私の身にもなってみろよ。天に唾を吐きかけつつ俺唾を投げつけたくもなるっつーの。ぶっ殺すぞこの野郎。つうかお前誰？世界が平和でありますように。まさか今回の話ずっとこのノリじゃないだろうな。まさかというか基本このノリでイチャついていこうかと。マジか。すまんぬ、実はそれがストーリー紹介も同然でな。あ、これ知ったら多分お前怒るだろうから説明ついでに謝っておこうかと思って呼んでみた。パルコは友達思いだからマルキューさんに話しておきたいって。なんだよ、サイカ君だってキュー太郎の心配してたじゃんよ。私の友達のこと考えてくれてありがとな、ありがとうな。パルコの友達なんだから当然だよ。友達どころか僕の大好きな人の親友なんだからね。
なんだ急に、照れるだろう。というわけで、キュー太郎、すまぬ。まあ、その、なんだ。いいんじゃない？よかった、マルキューさんに許してもらえた。これで心置きなく、月に寄り添う乙女の作法 2.1 が発売できるね。やっちゃー！ 2.1 円なんかエスパニョールみたいだな。エスパニョールって何のことか知らないけど、スペインだろ。あれだ、アミーゴだ。